ルーク・ケージは2016年から2018年に配信されたアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。マーベルコミックの同名キャラクターをもとにネットフリックスが制作したスーパーヒーローアクションドラマでマーベル・シネマティック・ユニバースに属する作品である。出演はマイク・コルター、マハーシャラ、アリ、シモーヌ・ミシックなど。2016年9月30日に第一シーズン。 2018年6月22日に第2シーズンが配信され完結した。冤罪で服役していた男が超人的な能力と無敵の皮膚を獲得した。脱獄した男は悪に蝕まれるハーレムの街を救うためルーク刑事として活躍する。ルーク刑事のキャスト。上段左からマイク・コルター、マハーシャラ、アリ、シモ・ーヌミシック、テオーロシ、エリック・ラレー。 ハーベイ、ロザリオ・ドーソン、アルフレウッダード、ガブリエル・デニス、ムスタファ・シャキール、ジェシカ・ヘンウィック。縁の括弧内は日本語吹き替え。各シーズン前は一斉配信2013年5月。マーベル・スタジオは、ソニー・ピクチャーズ・エンタテインメント、コロンビア・ピクチャーズからルーク・ケージの映像化の権利を買い戻した。2014年にショーランラーを探し始め、2015年3月。 下旬に手をほだり効果を起用することを発表した。本作は批評家から高い評価を受けている。第1シーズンは批評集積サイトの6点トマト図に72件のレビューがあり、批評家支持率は92%、平均点は10点満点で7.95点となっている。また、メトクリティックには30件のレビューがあり、過重平均値は79、100となっている。 第2シーズンは、6点トマトズに62件のレビューがあり、批評価支持率は85%、平均点は10点満点で7.18点となっている。また、メトクリティックには13件のレビューがあり、過重平均値は64、100となっている。ありがとうございます。